はい、お疲れ様です。どこやカメラ、ここか。お疲れ様です。見えるかな、うん、お疲れ様です。はい、今日はトラックね、ちょっと乗り換えたんで、お決まりのあれですね、ネタ、ハンドルカバーつけたいと思います。ちょっともう昨日積んで、もう高速で、ハンドルカバー、ちょっと、当分変われへんなと思って、ほんで、今、ここは、沼津のサービスエリアで、天神屋でシャワーしてきました。なんやろな、シャワー開いてますかって言ったら、あ、開いてますよって言って、あ、ありがとうございますって鍵借りて、んで、まあ、お風呂洗うやんか、お風呂洗って、こうバーって、こう、お風呂入るやんか。ほんで、お風呂入って、うん、多分これ沼津だけやと思うんだけど、お風呂上がった後に、こう、おばちゃんが、あ、じゃあこれヤクルト飲んでねーって言ってヤクルトくれんねん。あれがな、たまらなく美味しく感じる。なんやろな、ヤクルトうまーみたいな。そう。ヤクルト昔って、こう、上のなんかこう、アルミみたいなとこを、こう、前歯で、クッて、こう、わかるかな、前歯2本ぐらいで、こう、上をカリッて破って、ほんでなんかこう、チューチュー飲んどってんけど、もう今はこう、プリッて開けて、飲むわ。どうでもいいけどな。そう。ほんで、ヤクルト飲んだ後、展示屋の前にベンチがあんねん。沼津の展示屋前にベンチがあんねんけど、そこで飲んで、ほんで、靴下履いて、どうしようかな。まあ、ミニストップで買いましょうか、とかって思うんだけど、あ、これゴミや。ゴミ捨てなあかん、思って。そう。店内こっちプリーンって言ったらゴン箱あるからそこに捨てに行って、はい、天神屋でお風呂入ったらヤクルトがもらえますというネタでした。はい、というわけでね、今回これね、その駿河湾沼津のサービスエリアに宇佐美石油があるんですよ。宇佐美って言うたらもう知ってる人は知ってると思うんだけど、素通りはおバカさん言うてキャッチフレーズやねんけど、そう。ほんで、その素通りがおバカさんの宇佐美で、店員さんが外おったから、すいません、ハンドルカバー売ってますかって聞いたら、ああ、ありますよって言うて、もうな、すごい、もう店内までもう誘ってくれて、ほんで、ハンドルカバーこちらです言うて、もう店員さんすごい優しい人で、車種は何ですかって言うから、三菱のスーパーグレートなんですって言うたら、あ、どの方ですかって言うから、あ、こう、ペロペロってめくって、あ、これですって、あ、ほなこれ、あ、3本ありますけど1本はちょっとこれ細巻きで太巻きは2本ですって言われて、このなんやろ、これは限りなく青に近い紫かな、それか紫に近い青かな、そう、ちょっと前のには近いねんけど、確かに、うん、これか黒に赤のこの縫い目が赤色の糸使ってるやつのどっちかやったけど、あ、でもこれでいいですって言ってこれ買いました。はい、一応扶装用で買ってんけど、なんかこれ合わせてみたらなんかもうすごいジャストサイズやねんけど、入んのかなこれ。というわけで、これを何分ではめれるかやってみたよではないです。はい、これ何分ではめれるかって多分これ20分30分くらいかかるそうやけどな、カッチカチやでこれ。というわけで、ハンドルカバーをつけたいと思います。映ってますか？映ってます。はい、そしたらこの前バーシちゃん下から入れて上にこうやって入れとったなあの動画でめっちゃ笑ったわ。一応ね、これエグゼクティブプレミアム、エグゼクティブ、これね、ハンドルがね、なんか皮巻いてんのかな、これだからちょっと太いんかな。ほんで昨日兵庫県から首都高架でずっと走ってきて沼津まで帰ってきてんけど、いつもやっぱモコモコでこうハンドル握ってるやんか、こう持ってるやんか。ほんだらやっぱりこうグッとこうこの感覚、こうなんかこう柔らかい感覚でずっと慣れてるから、これで走ってたらもうすごい、昨日もう手のひらが痛くてもう硬いから、ほんでもこれあかんなぁと思って、もうハンドルカバー早欲しかったんけど、今日千葉の野田に下ろしに行っとってんけど、ジェット、どっかあの辺、16線どっかあんねんな、柏かどっかにあるやったっけ。そう、ほんでジェット行こうかなと思ってんけど、朝もう8時過ぎに下ろし終わって、まあまだまだ開かへんし、思って。ほんで、
あの、もういいわと思って、ほんで、柏から乗っかって、で、まあ、首都高を走って、ずっと横浜大黒ふ頭向かっとったんですよ。そう。ほんで、大黒向かっとったんやけど、もう今日首都高、めちゃくちゃ鬼込みやって、もうこっち、こう、股間、小菅からこっち、プリンとあの、港北のジョイントの方を向いても、もう混んでるし、もう小菅から止まっとったもんな。ほんで、もうええわと思って、葛西まで行こうと思って、ビューって行ったら、葛西まで吸い取ったんやけど、もうその先行ったら葛西までもう渋滞で、ほんで、葛西までっていうか、大井まで渋滞だから、ほんで、これダメだなと思って、ほんでもう、都内の方ビューって入っていってん。都内の方ずーっと抜けていってんけど、結局もうなんかもう両国のところらへんからもうちょっともうずっと止まって、もうあの、こう絞り込みやから。ほんで、うわ、渋滞してるわと思って、まあもうしゃあないわと思う。どこ行っても混んでるし、もうええわ思って。ほんで行ったんやけど、結果論やねんけど、これ両国のところからあれ何のジャンクションかな、これ左湾岸にビューって抜けれるやんか。ほんで、湾岸に抜けて、ほんで大井の渋滞が10分ぐらいで抜けれたかな。10分ぐらい抜けれたから、多分結果、今日は都内抜けて正解やったかなと思って。うん。ほんで、そうそう、両国のとこら辺やったかな。前から見覚えあるトレーラー来たから、あれと思ってずーっと見とったら、あれ村山正義さんやって、そう、村山さんやん思って、そうそう。わーわーって手振ってくれて、うん。そうそう、村山さんありがとうございます。ちょっと喋ったんですけど、そうそう、ほんとは僕よりね、4つ年上やったかな、昭和42年生まれなんですって言うて言うから、そうなんですか言うて、そうそうそう、村山正義さんと今日スライドしたっていうお話やってんけどな。よいしょ。そうそう、よし。というわけでハンドルカバーをつけたいと思います。ちょっとこれもしかしたらつけれないかもしれないです。なんでか言ったら今日指痛いねん、これなんか知らんけど月指かな、なんやろ。でもなんかちょっと頑張って入れたいと思います。あといつも言ってるけど、この縫い目、この縦の縫い目はなるべくこの真下に来るように、このハンドルの縫い目と、まあハンドルもここ真下に来るように取り付けたいと思います。ちなみになんですけど、これ昨日新車でいただいたんですけど、これも前もそうやってんけど、まっすぐ走っとったらもうハンドルこれぐらい歪んでんねん。まっすぐ走ってんねん、もうめっちゃまっすぐやねん、めっちゃまっすぐやねんけど、もうこれぐらい歪んでんねん。ほんでちょっと軽い右カーブやねん、軽い右カーブでもうちょっとこれぐらい歪んでんねん。なんかちょっとやっぱもやっとするなと思って、またちょっと不走に行かなあかん。一回転一個回してもらわなあかんな。ですです、よし。じゃあ本田ハンドルカバーをつけたいと思います。表裏あんのかな、これ表裏が、こっちが表やな、表、こっちが表やな。 OK です。じゃあ取り付けたいと思います。これミスったらやばいな。よし、よし、まずは、よし、まずはええ感じ。よし、よし、よし、よいしょ、よいしょ、ぐっ、お、なんかあれやな、やりだしたら、痛みも、なんか忘れるな。よっこいしょ。ちょっとここ、今ずっと喋っとったのはなんでかというと、このハンドルカバーを太陽光に当てることによって、ちょっとふにゃふにゃ動画、ちょっとふにゃふにゃになるから、そうふにゃふにゃってなるからはめやすくなるんですよ。よし、もうここまで来たらもう半分入ったようなもんやけど、これちょっと縫い目ちょっと歪んできたな。まあイッチングやな。よいしょ、ふんがふんがふんが、よし、こんなもんかな。これで引っ張ったら多分まっすぐ下に来るはずです。よっしゃ、くっ、よいしょ。これほんまに太巻きか、太巻きやな。よっしゃ、ここまで来たらもう7割ついたようなもん。よいしょ、あたたた、よいしょ、ふぅ、よいしょ、
ふんがふんがよいしょ、ぐぐ、はあ、やっぱあれやな、太陽光に当てとったから、よし、柔らかいわ。よし、これはじゃあ馬車に買ったんちゃう。ハンドルカバーの付け方、ハンドルカバーの付け方選手権は多分馬車に買ったな、これ。はい、ハンドルカバーが付きました。じゃーん、よいしょ、なんかお、ハンドルカバーが付きましたっていう感じです。嬉しいな。もうほんまにちょっとハンドルカバーなかったから、ちょっとほんまに手痛かったね。よかった、あーよかった、ハンドルカバー付きました、ありがとうございます。やっぱりちょっと紫っぽい感じなんかな、青に近い紫、紫に近い青みたいな、ちょっと中途半やな。まあ俺らしくていいかな、です。じゃあ本日の朝ぼらけよろしくお願いします。じゃあもうみんな見てくれてるから、ありがとうございました、ご視聴ありがとうございます、です、です。よし、完璧や、完璧すぎて怖い、これむしろこれ縫い目の方が曲がってるのか。よし、おー、いいね、いいね。よし、じゃあ今日ね、あれあんまゆっくりできないんですよ、香川まで行かなあかんから。はい、じゃあ今日も頑張ってもうちょっと走りたいと思います。ありがとうございました。うん、いいね、よし、こんな感じです。ハンドルがこれぐらい歪んでるから、左右のレバーがまあ見やすいから、まあその方がええかなと思って、そう走っとってんけど、やっぱりあ、あかん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 と思って、はい、ちょっと今度また扶桑に入ります。よし、じゃあもうぼちぼち出発します。はい、ありがとうございました、ポチッとな。